はい、こんにちは。昨日、まあ正確に言うと一昨日ぐらいからずっと調子が悪くて、ネット検索すると胃腸炎っていう病気らしいんですけど、まあよくわかんないです。まあ本当に胃腸炎かどうかわかんない。お腹が痛いし、で、全身がだるいし、痛いし、特に痛いのはここ、頭痛。ここがね、1分おきぐらいにズキーンとくるのきますね、ここが。頭が頭痛で痛い。で、胃腸炎の場合は、水分を取れっていうことで、水分といえば、秋の味覚、梨。じゃーん。これ1個300円ぐらい。これを食べれば、水分と栄養が取れて、頭痛が痛いのも治ると思います。で、ここが痛いの。ここ。絶対にここが痛いの。ズキーンって言ったかな。梨食べたら治るってらいいね。あとこの時期だとブドウだね、あとは。ブドウ。シャインマスカットは一房1500円とかして高くて買えねえから。でもこれが1個300円だったら、4個とか買うこと考えたら、シャインマスカットって別にそんなに言うほど高くないか。ということで、なんかすんげえ調子悪いの。いつになったら治るんでしょうか。とにかくね、一番痛いのここ、頭痛が痛い。ここ。終了です。